将棋の王位戦第5局の会場となったのは、鎌倉時代に創建された牧之原市の平殿寺です。江戸時代に再建された本堂で、午前9時から藤井聡太五冠と挑戦者豊島将之九段の対局が始まりました。境内には入れないものの、寺の前には熱心な将棋ファンの姿も。ワクワクとかハラハラしてます。はい、今日取らないといけない。今日ほら防衛が決まるかもしれない。防衛が決まるかどうか。今日ね、聡太さんが勝利すれば、やった。寺の住職も地元の活性化に期待を寄せています。こういったことで、皆さんが活気づいたらいいかなと思っております。藤井さんも、豊島さんも、精一杯いい勝負を繰り広げていただけたらありがたいなと思いますし、何もできませんが、なるべくそういった環境が、整えられるように精一杯努めていきたいと思っております。対局を前に昨日、藤井五冠と豊島九段が会場を見分しました。見分は盤や駒、照明の具合などを確かめるタイトル戦ならではの儀式です。地元の駒とありますね。ちょっと選んでいただけるというと。駒の手触りなどを2人が確認し、最終的に藤井五冠は新しい駒ではなく年季が入った駒を選びました。このほか照明の明るさ、冷暖房、飲み物などの盆回り、トイレの位置、最後に座布団の座り心地を確認しました。牧之原市を初めて訪れた藤井五冠は、こちらに来る途中のその牧之原大地のその茶畑であったり、また本当に海の景色というのは本当にすごくどちらも素晴らしくて、本当にとてもいいところだなというふうに、感じました。開幕局は落としたものの3連勝の藤井五冠。第5局は勝てば防衛となる大一番です。スコアのことは気にせず、盤上に集中できればというふうに思っていますし、またそうですね、持ち時間も8時間とかないので、一手一手しっかり考えて指せればなというふうにも思っています。一方、豊島九段は、こちらもちょっと押し取りはかなり苦しくはなってますけど、そうですね、目の前の一局に集中して自分なりに精一杯指して、一局でも多く戦えるように頑張っていきたいと思っています。今日の対局は午後6時に終える予定で、明日再開され夕方以降に勝敗が決まる見通しです。